皆さん、こんにちは。7月25日、週刊女性プライムで、元欅坂46、平手友梨奈さんの所属事務所退社が報じられました。これまでも数々のわがままな行動で、周囲を困惑させてきた平手さん。今回の退社も、平手さんのそういった問題行動が原因なのでは?と言われているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。平手友梨奈さんはアイドルグループ欅坂46の元メンバーで、第1期生、2016年4月欅坂46のデビューシングル「サイレントマジョリティ」で初選抜入り&センターを務めていこう、世界には愛しかない、二人セゾン、不協和音などの楽曲でもセンターを担当し、不動のセンターと呼ばれました。ファンからはテチの愛称で親しまれていた平手さんですが、2020年1月、欅坂46電撃脱退。それ以降も映画やドラマで女優として途切れなく活動を展開していきました。そして2022年には韓国の大手事務所ハイブの日本本社、ハイブジャパン傘下であるネイコに移籍。その後はサントリーフーズのテレビ CM に出演した以外に目立った活躍はなかったものの、2023年10月クールに放送されたフジテレビ系のドラマ「うちの弁護士は手がかかる」でヒロインを務めました。今年4月にリリースされた新作 RPG ゲームではグローバルモデルとテーマ曲の歌唱を担当するも、これ以降 SNS やホームページの更新が止まっていたのです。ハイブはこれまで BTS やルセラフィムなど世界で活躍するアーティストを多数輩出しており、そのノウハウを生かして平手さんが世界で活躍するためのプロジェクトとしてネイコを立ち上げたそうです。そして平手さんも新しい事務所でグローバルな活動ができるとやる気に満ち溢れていたそうなのですが、実はこの夏でネイコは平手さんとの契約を打ち切ったそうなのです。この事務所に所属していたのは平手さん一人。わざわざ彼女のために立ち上げられた事務所を退社したのは、まさかのわがままが原因のようです。ある芸能プロ関係者はこう話していました。ネイコへ移籍する前から平手さんのわがままぶりは業界で有名だったのですが、うちの弁護士は手がかかる、でも相変わらずで、撮影後半に差し掛かると疲弊したからなのか遅刻をしたり、時には撮影をドタキャンすることもあったんです。これには現場スタッフも放送に間に合わないと大慌て。そもそも撮影が始まった直後に主演のムロツヨシさんが腹膜炎で休養していたこともあって、スケジュールはギリギリだったんです。そこに来て平手さんの問題行動が重なり、制作陣は肝を冷やしていました。実は平手さんのドタキャン癖は有名でした。例えば欅坂46が2019年にリリースしたシングル「黒い羊聞こう」、配信以外のシングルのリリースが長期間途絶えたという一件。これは業界では俗に欅坂46幻の9枚目シングル事件などと呼ばれていました。どうしてこんなトラブルになったかというと、実は欅坂46は新たなシングルのため2曲収録していたものの、平手友梨奈さんがミュージックビデオの撮影をドタキャンしてしまったからだとか。また1曲目のミュージックビデオに平手友梨奈さんが異議を唱えたため曲そのものがボツになってしまい、結果曲は変える羽目になってしまったというのです。関係者からしてみれば、たまったものではなかったに違いありません。また平手友梨奈さんは2022年には蜷川実花監督の映画「ムーラン・ルージュ」をドタキャンしています。しかも撮影がスタートして2日目でドタキャンしたと報じられたため、かなり話題になってしまいました。さらにこの映画は平手友梨奈さんと佐藤健さんのダブル主演になっており、平手友梨奈さんのドタキャンを受け撮影中断に追い込まれるなど、制作サイドへの影響もひどいものなのでした。他にも
平手友梨奈さんがドタキャンしたと言われていたものには、2016年のドラマ「徳山大五郎を誰が殺したか」に、2019年の欅坂46の全国アリーナツアー2019などがあります。2018年の映画「響」きや2021年のドラマ「ドラゴン桜」第2シリーズでも問題があったとのこと。平手さんのそういった行動を問題と捉えたのでしょうか。実は平手さんには2024年2月末にも契約解除の話が出ていたそうですが、その際は平手さんが反省の態度を見せ、一旦は落ち着いていたといいます。しかし今回契約解除に至っているという状況、結局は失った信頼を回復させることはできなかったようですね。また別のテレビ関係者も平手さんの退社にやっぱりともらし、その難ありな性格についてこう話しています。欅坂46時代は最年少でセンター入りしていたこともあり、周囲にチヤホヤされることで女王様気質になったのかと思います。こだわりが強く自己主張をはっきり言うタイプなので、調和の求められる現場での受けはあまり良くないです。本人があまり乗り気ではない作品で、スタッフに向かってもっとレベルの高い現場かと思っていたと発言したとも聞いたことも、もともとグローバルな活動を目標にしていたので、日本より韓国の事務所の方が性に合っていると思っていたのですが、才能があってもいつまでも女王様気取りでは世界には羽ばたくのは難しいでしょうね。また今回の契約解除について平手さんは納得がいかず、どうすればいいのかと周囲に相談しているそう。平手さんが唯一の所属タレントだったネイコの今後も気になりますが、これから事務所がどうなるのかは未定と言われているようでした。そんな平手さんの今後はというと、アドさんなどが所属するクラウド9という事務所に移籍するという話が出ているそうです。アドさんは今年2月にワールドツアーを開催しており、平手さんもネイコで叶えられなかったグローバルな活動を進めていきたいのでしょうね。ただこれまでのような振る舞いをしていては次の事務所も長続きしないのではないでしょうか。今回の報道にネット上では前々から気になっておりましたが、何度も仕事をドタキャンするのは個性でも何でもなく、ただ社会に適応できていないということでしょう。周りが甘やかしたのもありますが、20歳を過ぎてそれは通じません。多くの子役が大人のタレントで体制できないように、前後もわからぬうちに注目された人が陥る状態でしょう。その後の伸びしろが少なかった、世間が期待したほどではなかった、もともと歌がうまいとかダンスがうまいなどではないから役者を中心に据えたけど、業界とうまく付き合っていけないとなると仕事が減るし事務所もきつくなる、グループからソロになり落ちていく見本のような子ですね。自身の人気が一人の力によるものと思い込み、勘違いで天狗になる。今回で言えば欅坂46の平手友梨奈が人気を得ていたのであって、そのブランドが外れれば一気に価値は下がる。エルメスの職人が独立してバッグを売り出しても同じ値段で同じ量売れないでしょう。本人がしっかり自覚して謙虚に振る舞うことが大切ですね、と平手さんは厳しい目で見られているようです。最近廃部では内紛騒動が話題になっていましたし、もしかしたらそういった状況からも将来に不安を感じての退社というのもありえるかもしれません。自分は周りを振り回すのに自分が振り回されるのは嫌ってことなんですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。